客様もそうじゃないかなと思うんですよね。そうだと思いますよ。ラブリーさん、とっても向こうから川の向こうでは、あの加瀬川に映り込む綺麗なバルーンを倍に、うん、広げておられます。そして今飛んでいかれましたね。はい、夢って書いてあるね、これオフィシャルのバルーンです。競技バスのバルーンではないですよ。はい、富山県の橋本さんです。おはようございます。いや、一番の飛んでいくこの状況どんなでしょうか ね、 気持ちいいでしょうね、この空に、ね、ゆっくり皆さんを楽しませるように土手の方に向かっていますね、はい、あの朝日が昇ってきてとっても大きいそこは喧騒も何もなく、いや若い若くていらっしゃる、いや本当に長い歴史がある大会になってますね。さあ、そして今ちょっと音が変わりました。インフレが始まりました。今ね、グリーンの旗が上がりました。グリーンの旗が上がると、はい、扇風機で空気を入れていいですよ、インフレしていいですよということで、あちこちでね、今から球皮が膨らんでいきます。さあ、はい、うわ、来た、いよいよ始まりますさあ、2017佐賀インターナショナルバルーンフェスタ、ついにグリーンのフラッグが上がりましたので、ここから目の前に広がっている気球の球皮が膨らみ始めます。膨らんでいって膨らんでいって立ち上がるまで、素敵な曲とともに皆さん目にしっかりと焼き付けてくださいね。さて、すごいな。はい、今朝の競技、1回のフライトで3つの、競技がございます。第1タスク、パイロットディクレアルゴール、パイロットディクレアルゴール、この競技は、ここから2キロ以上、4キロ以内のドーナツ状の範囲のところで、自分がまずターゲットを自分で決めます。そしてこのターゲットに向かって飛んでいく前に、ちゃんとここのジャッジに宣言をして、ピンクのマーカーを持って、そのピンクのマーカーを投下するんですけども、タスク2、ジャッジディクレアルゴール、ジャッジディクレアルゴール、さっきのね、ピンクのマーカーは、パイロットディクレアルゴールですけども、今度はジャッジディクレアルゴールはライトブルーのマーカーを持って、赤のゴールが設けられている方向に、飛んでいきます。これは、場所的にここから、直線上5キロのところ、西南西の方向ですね、西南西の5キロ、直線上で5キロのところに、川越の方向ですね、足刈町かな、足刈町の、川越の方に赤のターゲットが設けております。そこに向かってライトブルーの、マーカーに次の自分の、ゴールをまた、宣言して、そこに書いてライトブルーのマーカーを投下します。そしてタスク、第3タスクなんですけども、これはフライオンと言いますが、フライオンの方で最後にイエローのマーカーを持って投下します。ディクレアゴール。So we'll be having all the balloons taking off from this launch site here. さあ、皆さん、次々とバルーンが立ち上がっている様子をボレロの曲に合わせてご覧いただいています。さあ、一番飛びのやすやと書かれたバルーンが今飛び立ちました。藤田雄大選手が乗っているバルーンです。今飛び上がって行きました。一番飛びですね。 The first balloon just took off。The first balloon just took off. It says Yasuya, Yasuya on the balloon. セケンナンバー26番、栃木県の藤田雄大選手のパイロットです。Yeah, that's the man. Entry number 026. 026. 雄大、藤田 just took off. Have a nice flight.
number 10 from Korea, Mr. Son Jung Mok. Mr. Mok, just took off. Have a nice flight! いってらっしゃい。このようにして、じゃんじゃんとね、立ち上がって飛んでいきますんで、皆さんね、応援してあげてください。
渋谷ということで、ちょっと飛びにくいというか飛ぶのが難しい風ではないだろうかと言っておりますけど、ここでまたね、頑張っていくんでしょうけれども、去年の世界選手権は186機のバルーンがここ佐賀で飛び立ったということ で、 素晴らしい大会、レッスンが仕切られていらっしゃいました、そしてまだまだ河川敷からはたくさんのバルーンが見えてますね。 Stay to you おめでとうございます。 And many more. はい、48歳の誕生日、四捨五入して50歳です。それは言わないで、まだ2年あるからそういうの敏感なとこですよ。あ、そうか。いや、
たくさんの方々がね続々と歩いてこちらに向かっていらっしゃいます、ね、今、2階建て土手の白い2階建ての建物の放送塔からアナウンスをしております、ね、自己紹介してもいいですか。あ、人だったねなんか今ランドリーさんランドリーさんって言いながらそうか、はいね、ぜひお願いします。じゃあレディーファーストからいきます。ありがとうございます、私今年アナウンスを担当させていただきます中村渚と申します。よろしくお願いします。おはようございます。当て振っていただいてありがとうございます。そして、私サガリカ人のライオランドリーです。よろしくお願いします。